ということでね、本日はなんか増える避ける360度ブロック崩しゲームをやっていきたいんですけど、このゲームはですね、増える避ける360度ブロック崩しという名前の通り360度の方向に弾を打てます。そして、はい、その弾はいくらでも出せます、はい、増えます、はい、無限に増えます、はい、でただしその弾は自分にも当たります、はい、に当たったらゲームオーバーです。なので避けてください、はい、避ける避けるというのがこのゲームの概要でございます。ゆっくり行くかとりあえず、うん、うん、やってみるわ、はい、逆にヒットボールで 何秒でできるかって感じするけど、そう、ヒットボールぐらい必要なんじゃないですか。これもう死んだんじゃね。ああ、何も見ていない、何も見ていないちょっと 2ボールで頑張る。あということでね、怖い、うん、いやこれなんかクリアしたいよとりあえずタイムアタックとかなし。あ、嘘やん、なんで、今のところ一回もクリアできていない。やばいやばい、気づいたら当たるからさ、ザワールドしてる余裕ないね。そうだ、うん、てか十字キーと遠いんですよね。小指の達人じゃないとちょっとシフトが。うわナイスもう一玉で頑張ります。クリア画面見たい。あ、ちょっと時差あるんか、ザワールド展開と解除が。うん、あっ、ちょっと、あれ、あれ、じゃあ、ひと玉ですから、ひと玉。焼き鳥食べてない、本当に。焼き鳥食べたいな。なんか、唐揚げは最近流行ってるらしいよ。何情報何プルプル、美味しくないよ。飲食店業界、最近、唐揚げ流行ってるって聞きます。よく言いますね。うん、ちなみに、僕、今日のご飯、唐揚げの。私、もう唐揚げ食べてきました。もう食べてきました。美味しかった。あ？これ？ちょっと最後。あと一個。お始末は。よし。おお。よし。おお。やったよ。122.1歩。おっさん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 。遅いな。これネクストは次までに取っときます。次。見てみましょう。ちょっと。覚えてみる。あ？あ、なんだろう、これ一回当てたら消えるとかそういう感じなのかな。なんか多分こういうゲームにあります。1回と2回かな。ちょっとこれ置いといて行ってみましょうよ。というかこれ続きものなら、あの自分ら、あのあれだよ、1の1でずっと死んでることになるよ。でもまあ、あの先輩だけそんなステージ2行ってるのに、僕らまだ1の1でつまずいてるダコなんで、ちょっとね、先輩を超えるために誰が一番早くクリアできるかちょっと勝負しましょう。行けますか皆さん。はい、受けてます。はい、では行きましょう。今からが真の戦いだ。よーい、はい、よーい、はじめ。ダーン、タカタカ、ダンタンタカタカ、ダンタンタカタカ。あー、もう俺も死んじゃった。やったー、クリア。あ、すごい。え、マジで、いや、クリアしてんじゃん。つよつよ。24秒56.18秒。あ、なってきたね。じゃあもうどんどん高みに行きましょうよ。誰が一番最後のステージまで行けるか。うん、え、待って、私まだステージ1。え、頑張ってください。え、これゲームオーバーから終わりじゃなかったの？何回もやっていい感じ？何回もやっていいっすよ。私止まってたよ。マジですか？もうタイムアタックでいきましょう。マジ？行きましょう。ステージ2行った人はステージ2行きましょう。落ちた人。赤いやつね、壊したらね、タッパ増える。うん。弾が増える。弾が増える。そんな恐ろしいことがある。一発で。やめてやめて。難しい。難しい。ということはさ、弾出しすぎたらやばいじゃん。そう、弾が増えすぎたらたまたまになる。1個だけでも相当多い。マグロ、マグロ、マグロ、寿司、あ、違う、焼き鳥、あ、いや、違う、焼肉、あ、よし。これマジでザワールドって入れるわ。
かなかったらね、マジで。うん、あ、10クリアしたわ。マジでプレデター。10クリア ?10 で終わり。10で終わりだ。おぉ、タイムちゃんと全部出てる、すごい。え、あ、ってことはナイクンが最初？うん、ナイクン1着、おめでとうございます。あ、でもね、みんなの見てたらね、今ステージ3ができそう。お、できた。お、お、お、ちょっと今から下克上行きます。お、やべえ、やべえの、かっこいい。なんかね、みんなの見てたら目が慣れてきた。マジ？うん、あ、いいね。死んだ、ちょっと待って、頑張る。見て学ぶってやつじゃん。あー、うん、お、来ました来ました、ステージ10クリア。え、なんか、すごい、おめでとう。似てる。あ、敗北者、取り消せよ、今の言葉。あ、キョウ君まだクリアしてないの？あー、やだやだ、行かないで、行かないで。うん、ゲームオーバーばっかり見てるでござるな。よいしょ。あー、当たったよ。ちょっとなんかいけそうな気がした、さっきより。ザワールドを駆使して。あー、ザワールド駆使したらマジで本当にいける。あ、動かない、動かない、動かない。決めた。3が限界だったみたい、私。うん。ああ。忍法小隠れ作戦。やの目見いよ。説明しよう。忍法小隠れ作戦とはブロックの後ろに隠れることで最後まで生き残ろう。まあ、勝った。めと、え、これ戦法、え、これ強いのでは、え、見たい。ちょっと、え、何それ、必殺を見つけてしまったかもしれない。え、何それ、はい、ちょっと見たい。説明しよう。忍法小隠れ作戦とは、まず ボールを打ちます、はい、緑の後ろに隠れます、あとは祈ります。はい、はい、おい、他力本願がよ。もしかしてあの隠れるブロック関係あるんじゃない、緑と赤とか。ていうかこれ焼き鳥くんに隠れて見えなかったわ。忍法隠れ身の術、説明しよう。この技はボールを一度打ち打てない、あれ打てないな。あ、打てるわ。一度打ち緑のブロックの後ろに隠れるという技である。あとは祈るだけである。祈るいけるのかな、これで。ちょっと検証。やはりこれ必殺なのでは、強いのでは、やはり忍法隠れ身の術なのでは。最後のステージお願いします。最後の、あ、これ忍法隠れ身の術じゃん。天才では。見つけてしまった。見つけてしまった。最強ポイントを見つけてしまった。やはり芋ですね。芋やはり芋砂は最高だった。あ、もうなんかクソ地味な。なんかこの終わり方をしてしまうと、ちょっと、あ、なんだか受けてはいけないような、恥を受けるような気がする。やっぱりね、かっこよくクリアすることが大事ですね、うん、やっぱりね、まあ、かっこよさって大事だよね。みんなね、この世の中はね、かっこよさ、おー、逃げたらいいんですよ、逃げれるときは。そうか、逃げれるときは、そうか、ありがとう師匠。俺やっと気づいたよ。逃げれるときは逃げるんだって。逃げられてませんけど。ああ、もうやだ。もう結局は現実逃避、現実逃避。この現実逃避の達人、焼き鳥の力を見せてやる。おいしい。何もかも捨て去って、恥も外聞も捨て去って逃げたというのに、これでもダメだという。ああ、うん。追いかけてくる現実。まあ、この動画マジで落としどころどうつけますか。ないですね。君が逃げ切るまでかな。これはね、あの最後に終わった人が罰ゲームです。え、待って、私無理じゃん。実況してる場合じゃないじゃん。じゃあブロック崩し一発ゲー。何それ。指を加えて自分が最下位になるのを待っているんだな。うわー、やだ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 。あ、逃げる逃げる、俺は逃げる。ブロ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 。ハンジハンジとして、じゃあもう僕らはザワールドなし縛りでいきます。終わったで。焼き鳥くん終わった。終わった。I'm fine. Thank you. それ1周目？2周目？
1周目です。1周目です。ザワールドは使っていない。え、強い強い強い。やはり私が最強だった。いやでも俺は哺乳類最強の哺乳類じゃねえや、俺鳥類だわ。鳥類最強の力を見せてしまったようだな。鳥くん、俺ってちなみに鳥類なの、哺乳類なの。めっちゃ悩むじゃん。羽あるしね。まあ少なくとも鳥類ではないのではないでしょうか。お、うん、卵を産まないので。あ、なるほどなるほどなるほど、納得。そうだよ、めちゃくちゃ納得。あー、3人クリアおめでとうございます。イエーイ。焼き鳥、次の画面行ってみ、デザルト出てくるから。お、マジ。あ、テテ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 テ。あ、やばい、ここ、ここピヨン、ピヨン、ピヨン。やばい、やばい、殺される。画面スクショでもしとけばよかった。あの、1フレームでも打てたら、映ってたら大丈夫。あと数とかで、誰が一番すげえかっていう。これはね、私、焼き鳥のこの体を消しちゃって、もうゲームオーバーの値を見せていく所存でございます。あ、ゲームオーバーの数までカウントされてる。そうだよ、そうです。ゲームオーバーの数、また目につきました。あ、ラワールドなしだからね。うんうん、ゲームオーバーの数、私60回だったよ。少な、す、見てねえや。まあまあまあ、こんな感じでね、普通に大阪電気通信大学の学生さんが作ったゲームでしたって感じで。あれ、あとでちょっと先輩に並べといてもらいましょう。どうぞ。うん、なるとスコアを。ウィ先輩、罰ゲームはどうなったのでしょうか。あ、そうですね、やっぱウィ先輩ブロック崩し罰ゲーで、ブロックゲーム一発ゲー、ててんててん、せーの、旦那くずまき。あ、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。恥ずかしい、うずまき。